錦織圭悲願の四大大会制覇へ大事な初戦、相手はドイツナンバーワンプレーヤーコール・シュライバー。第1セット序盤から錦織がサーブで崩します。相手は返すだけで精一杯。そして第1セット先にチャンスをつかんだのは錦織、この日初めてのブレークポイント。サーブ、ショットともに好調の錦織が第1セットを取ります。続く第2セットを奪い迎えた第3セット、世界ランク7位錦織が見せます。この日は力強さでも柔らかさでもゲームを支配。そして完勝とはまさにこのこと、相手にブレイクポイントを一つも与えず錦織が初戦を飾りました。